2泊3日の長崎旅行。長崎に行ったらちゃんぽんを食べたいという夫よし、そしておいしいお肉を食べたい私ともちん。今回は2人が食べたい望みを叶えてもらえるお店、長崎県南島原市北有馬町にあるお食事処味太郎さんへと向かいます。おいしいものを食べることが大好きな夫婦なので、いろいろなお店を探していろいろなところへ旅をしたり観光をしたりしながら、お店の情報、お出かけ情報を共有発信していきます。旅行の参考にしてもらえたら嬉しいです。グルメ、観光、旅を楽しむ食いしん坊夫婦の Vlog です。おいしいものが好きな人、旅行するのが好きな人、よかったらチャンネル登録をして、これからも応援よろしくお願いいたします。おー、すごい、おすごい、ええ道やこれ、すごい、この道50キロやて、やっぱり絶対越し来ないよ。だね。すげえ。涼しいよ。もう一挙に3度ぐらい下がったよ、この道通ってから。およそ300メートル先、道なりです。もう涼しいよ。8キロメートル道なりです。じゃあ、待ちなまってた。8キロメートル道なりです。もうその地域に、ね、そこの塔になるという全然車通ってないね。通ってないね。もっといい道があるんやろか。いやー、どうでしょう。でもすごいね、いいやん。全然観光客おれへんやん。レンタカーもあんま見ないしさ。観光客はみんなの電車乗って移動してあるやん。右方向です。あれか、あれを右や、これでしょ、違う、そう、正解。およそ500メートル先、日の江城入り口を左方向です。およそ300メートル先、目的地は右側です。目的地は右側です。お疲れ様でした。最初の
らっと食べれやすい。今日チリチリチリから大体ちょんって出てくる。ああ、そうかそうか。少なめる。すごいな。すごい、あれ何ガニっていうんかな知らんけど、あのカニってすごいちっちゃいやん。ちっちゃいね。うん、でも結構水回り良かったね。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。そしてこれからも食いしん坊ともちんのチャンネル、どうぞよろしくお願いします。